どうも、しゅんです。こんにちは。じゃーん。株式会社ダイアリー、今日から新オフィスに移転しました。やったー。誰もいないけど。今日はですね、株式会社 DYM さんが運営するミーツカンパニーっていう就活イベントに潜入します。今回の動画はですね、ミーツカンパニーさんの就活イベントの様子と、あと実際に就活イベント内でキャリアアドバイザーの方と1時間ほど面談ができるということで、一学生として僕も面談の時間を設定してもらっているので、僕個人の、なんていうか、キャリアカウンセリングっていうよりは、イベントであったりとか面接であったり面談の時に役立つ自己 PR であったりとか自己紹介のコツじゃないですけど、ポイントみたいなことをお聞きできたらいいなっていうふうに思っております。ということで、今から行ってこようと思います。はい、こんな感じで僕が参加したこのイベントは大体3、40人ぐらいの学生が来るっていう感じの就活イベントでした。たまたまグループの人が視聴者の方でした。で、大体自己紹介の時間があって、毎回この自己紹介の時にうまく話せなくてすごくなんか悲しい気持ちになります。で、その後それぞれの企業さんから説明があって、これは座談会をしてるんですけども、企業の人事の方とざっくばらんにお話しするっていう時間が設けられていました。たまたま僕がお話しさせていただいた企業の方はスカイプでも選考が受けられるみたいなことを言ってたので、地方学生にも優しいなっていうふうに思いました。で、この後面談の時間があるっていう感じです。どうも、しゅんです。こんにちは。株式会社 DYM 人材事業部でリクルーターをしている菅原と申します。中島と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今、僕就活イベントにミーツカンパニーさんの就活イベントに参加させていただいたんですけども、はい、その後のこの面談を、セッティングしていただいたということで、イベントの中でも面談の時間が、セッティングされてるんですけども、今日は面談をしていただけるということで、僕から何点か、質問をさせていただけたらなっていうふうに思います。はい、まあ、今までの動画でも結構上げてきたんですけども、自己 PR の仕方について今日はお伺いできたらなっていうふうに思ってまして、特に自己 PR をする中でも何を自己 PR したらいいのかわからない、その自己 PR する内容がない、学生時代に別に頑張ったことがないっていう学生向けに、今日はお聞きできたらなっていうふうに思います。はい、意外なんですけど、自分の強みがないですっていう、はい、この自己認知みたいなところと、はい、相手側から受け取る何ですかね、印象っていうのが乖離してることが結構あるんですよね。いわゆる、まあ、いろんなこう学生さんだったりとかレベル感の学生さんを見ていらっしゃる人事の方からすると、いや、君の持ってるコミュニケーション能力ってそんな高くないよって心の底で思ってるみたいなパターンも結構あったりするんですよね。なので、やっぱりなかなか就活で一個人自分から、はい、約40万人の就活生がいる中で、自分がどれぐらいコミュニケーション能力なのかって、まあ、なかなか正確に判断できる人それこそあんまりいないいないですよね。はい、で、なので僕はどちらかというと、まあ、インパクトだったと思うんですけど、はい、言葉でまとめるよりも、自分がやってきたことの中でインパクトのあることとか、なんか自分自信を持って言えることを端的にもう伝える、っていうことが僕は一番いいかなと思ってます。なるほど。それ能力が高いですって言われちゃうと、そのどれだけ高いのかな、本当かなって勘ぐりながら、こうどれぐらいなんだろうと思いながら聞いちゃうんですけど、なんか事実のみをその事実ベースでポンと伝えられた場合には、なんかそういう気持ちがなくなるので、なるほど、なんかスッと、そういうことをしてきた人なんだな、でそれぞれでみたいな感じで、なんかこう聞いてる側もね、なんか素直に受けるというか、はい、意地悪になるぜっていう。ああ、そうなんですね。っていうのは僕個人的にはあります。あ、じゃあ自分の強みは何々です、自分の強みは行動力ですというのはダメってことなんですね。いや、僕は、僕もあくまで僕の意見ですよ、はい、個人の意見ですよ。あんま好きじゃないです。なるほど。ちょっと話が戻るんですけど、その中でもなんか何もやってきてなかった俺っていう人たちはどうすればいいですかね。あえてなんかぽくないねって言われる経験とかをやってみる。なるほど。やってみればそれってもう経験になっちゃうので、でも自分でエピソードを作ってしまうとか、なるほど、やったことがないこととか、そう作ってしまうっていうイメージとかかけ離れてるギャップを自分から作るっていう、うん、やっぱり何でもいいから新しい取り組みをそう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 やるっていうがいいかなと、うん、今僕は就活生に戻ったらそうするかなと思います。したで、そのことともちょっと共通するんですけども、今の時期に、今夏休みが入る直前、7月末ぐらいから、ね、はい、まあ、秋にかけて、今の時期に大学3年生がやっておいた方がいいことみたいなことがあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。就活生皆さん、最初は本当に興味あることとか自分の好きなことみたいなところからこう就活を、企業さん就活始めて企業さんを見ていくと思うんですけども、まあ、そこの固定概念みたいなところをまず外していただいて、やっぱり実際に見て会ってみないとこう分かんない部分とかあったりだとか、まあ、自分のこう今までの考えがこう企業さんとかこう
お会いすることによって、実際にこう考えが変わったりすると思うので、まずしっかり、そこの固定概念外していろんな企業を見てみるってことが第一歩として重要だと思います。うん、担い手を取るぞというところですよ ね、はい、あ、そうですね。本質的な目的、就職活動の、はい、というところで考えるとスピーディーに進めたいみたいな、うん、本質的なリアリストの方々に関しては、うん、はい、もしかしたらそういう新形式のイベントっていうのが、はい、お互いにね、なかなか時間だったりとかのロスも少なく、まあ、マッチング形式なので、はい、いいのかな、なるほど、いう部分はありますよね。その、ミーツカンパニーさんは、なんていうんですかね、就活イベントを全国で1000回以上、はい、年に1000回以上されてると思うんですけども、はい、他のイベントとは何が違うんですか。それがまずはその回数エリアっていうところが、はい、まあ1000回以上30拠点以上っていうところは、まあ、すごく幅広くて回数も多いというところと、比較的その人事のご担当者の方というよりかは、それこそ人事の部長さんだったりとか、役員経営者の方々が実際に足を運んでいただいて、この距離で、まあ、いろんな会社の設立の話だったりとか、はい、まあ、仕事のこうリアルな話だったりとかっていうのをしていただけるっていう、経営者だったりとか、その会社を動かしている人たち、あとはまあ採用上でいうと、内定出しをの、なんていうの、こう権限を持っていらっしゃる方々みたいなところと、はい、接点をやっぱり持ちやすいっていうのは特色かなというふうに思ってますね。なるほど、はい、あと僕がすごい今回、なんですかね、体験させていただいて思ったのは、1日でそれこそまあ3時間とかで、1日8社ぐらいの企業さんと一度には出会えて、まあ、ちゃんと何ですかね、密なコミュニケーションができるっていうところがすごいいいなっていう、はい、すごくいいなっていうふうに思いました。おっしゃっていただいたと思います。で、なんか一つの社会人と関わる機会が持てるそのイベント、就活イベントっていうのはすごい有意義なものだと思うので、よかったら下の概要欄にミーツカンパニーさんの応募フォームも貼ってあるので、よかったら就活生の皆さん応募してみてください。あと、就活、DIM さんが運営されている内定チャンネルっていうチャンネルの、リンクも下に貼ってあるので、よかったら見てみてください。僕も出演してるので、よかったら見てみてください。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。